厚生労働省によりますと今月10日までの1週間に全国5000の病院で報告されたインフルエンザの患者数は5084人でした1医療機関あたりの患者数が流行の目安である1人を上回りました去年より4週早い流行期入りで統計を取り始めた1999年以降では2番目の早さです。厚労省は 手洗いやうがい、予防接種を受けるなどの対策を呼びかけています。